っていうこの映画のアイテムなんですけど、3店舗限定で先行発売しまして、大阪の心斎橋店と東京の渋谷、あとこちらの京都市を変わらまして、あとはオンライン店のみで今先今日から先行発売しています。プレミアムは、プレミアムというと、まあ限定店舗のみで先行発売、限定店舗のみ。あっちも、あとでこのジュリーっていううさぎの子がインスタグラムやってて、SNS でこういう画像投稿してるんじゃないかっていう、そういうねテーマで作られた商品のみです。限定のみ、限定ほんで全国で今発売されてるのは大阪の心斎橋と東京の渋谷と、そうだ、ね、京都です。3月2日から発売になります。で3月2日からは普通にこの3月2日かな、ちょっと待ちくださいね、これ先取りですよ。3月先取りやね、もう先取り。帽子とか T シャツとか、今心斎橋と、限定店舗のみで渋谷と3店舗で先行です、先行販売です。3月2日が普通に販売されます。この帽子、それとこの T シャツ、このクッション、これは限定です。これも先行発売です。うさぎ取り朝から、これのために並んでいらっしゃいます。朝からこれ並んでくるらしいよ。ママ見て、かわいい。3月2日からは普通に、これここは先取り。今もう2月26日、1週間前ぐらい、1週間前ぐらいに先取りです。そうですね、これはもうオンラインで売り切れです。どうぞ皆様。この人たちは10周年です。ミッキーたちが作ったクマちゃん、ミッキーたちが作ったクマちゃん、ドナルドだったりとかで、10周年記念して、この特別なクマちゃん、ちっちゃいサイズで、このねリボンがかわいいお洋服着てます。これミニーちゃんが作ったクマちゃん、ミニーちゃんが作った服ですよ。ミニーちゃんが作ったんですよ、この人は。そうです、このクマちゃん自体ミニーちゃんとミッキーが作った、ミッキーとミニーちゃんが作った、ミッキーとミニーちゃんが作ったクマちゃん、そう、すごい。ので今年だけの限定発売、今年だけの限定です。10周年のみで販売してる、10周年のみです、10周年のみですよ。ドナルドとドナルドレイジーが作ったクマちゃんなんですね。ドナルドレイジーが作ったクマちゃん、耳の大きさとかちょっとミッキーたちは大きめに作られてるんですけど、この子たちちょっとちっちゃめで、あと肌触りも、あ、めちゃくちゃ気持ちいいもん、かわいいし、化粧水とかしようの ではない、お手入れ、あ、アリエルのクマさん、はい、これはアリエルのクマちゃん で、これはラプンツェル、ラプンツェル、これはシンデレラ、シンデレラ、噛みそうな名前です、ラプンツェル。これはラプンツェルが作ったお姉ちゃん、ね、このさっき言ったミッキーと出る絵本の中に出てくるクマちゃん、このクマちゃんたちが読んでる絵本の中に出てくるキャラクター、キャラクターです。そうで、一人ずつ名前もついてた、一人ずつ名前もついてる。この子ブルーローズ、ブルーローズで、グランチェンローズ、グランチェンローズ、パフルローズ、パフルローズ、すごい、よくもいっぱい、よくもいっぱいで、よく見るとのローズの波、毛並みになってる、あ、ローズの毛並み、はい、こう渦巻いて、ほんまやん、すごいな、アリエルとか。私これ聞いたな、これとこれと、なんかちょっと握手してみましょうか。でこのね、ヒレ今ついてるんですけど、脱ぐと中にちゃんと足が、あ、脱ぐと足があるんですか、足があります、足つきの人、ちゃんと足出てきます、足がついてます、脱いだら、服脱いだら足が脱いてる、服を脱いだら足が出る、ほんでこっち側の服が着れるってことやね、あ、そうですね、すごいアラジンとかこういう服がみんな着れてます、この辺は全部着れます。あ、これはもうあれやんな、私も着たいです、ひな祭りです、後ろのこの子たちがこれを着てます、これを着てます、すごい